皆さんこんばんは。毎週木曜夜8時からお送りしております日本唯一の林業専門番組自伐ニュースのお時間がやってまいりました。お送りしますのは、自伐ニュースレポーターの上垣義弘です。よろしくお願いいたします。そして、自伐林業推進協会代表理事の中島健三です。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。まずご案内ですけれども、この雑誌、農文教という出版社からうかたまという雑誌が1年に4回出ておりまして、この秋号で、中身はですね、農業の暮らしとか、たくさん写真が出ている雑誌なんですけれども、この中のですね、オピニオンのコーナーなんですが、国有林に関する法律一体どう改正されたのという2ページにわたって、私が、執筆をいたしました。全くのど素人の人が分かるように、今年成立した国有林、管理経営法改正法について書いてくださいという編集者のオーダーで、法律の概要と狙い、さらにはですね、公共の森林をもっと有効に活用する事例がありますよということで、紹介をしております。この紹介したのはですね、前回第7回にも放送した、鳥取県智頭町の事例を紹介しておりますので、ぜひこのうかたま、農文教から出ているうかたま、ぜひ、手にお取りいただければなと思っております。自伐協のホームページでも案内しておりますので、ぜひチェックをお願いしたいと思います。それではですね、今回の第8回の放送ですけれども、自伐ニュースの、新企画を今回企画をいたしました。今まではですね、毎回私と中島、が、2人でですね、全国各地からのゲスト、中島健三が全国に行って新しい情報を仕入れて紹介するというパターンをしてたんですけども、今回は全国から人を呼び寄せて、このスタジオで自分たちの、活動を事例を紹介してもらおうというコーナー、ゲストコーナーを、準備しました。今回のゲストは島根県津和野町の田口さんという方をお呼びしております。そして後半ですけれども、前回は15分で分かる自伐型林業ということで、絶望の林業の、反論を、お届けしましたが、今回第2弾ということですね。第2弾、お届けしますので、ぜひ後半も、お楽しみいただければなと思っております。それでは、日本唯一の林業専門番組自伐ニュース第8回放送をお楽しみください。どうぞ。はい、それではですね、第8回、自伐ニュースの、トーク、のお時間です。このトークはですね、新企画で、今までは中島健三が全国に出歩いて、そこの情報を取ってきて、ここで紹介するという形だったんですけど、今回からですね、特別に全国で実践している人たちを呼んできて、そこで紹介してもらうという、コーナーを、今回設けさせていただきました。そして、第1回、そのゲストトークの第1回の、ゲストは、島根県から、来ていただきました、田口俊弘さんです。はい、よろしくお願いします。田口さん、がお住まいが島根県なんですけども、島根県はですね、人口がなんとワースト2ですね、トップが鳥取なんですけど、トップの鳥取は前回第7回でも紹介した、ところなんですが、その島根県で、自伐型林業を展開しているのが、田口さんですね。はい、実は最先端の、活動を、されているんですけれども、田口さん、まず今回自伐ニュース、見ている方々いるんですけれども、なんで田口さんなのかなということで、多分、思われている方もいるかと思います。島根県に田口さんは移住してきた人なんですね。そうですね。本来は住んでなかった、生まれても縁もなかったのか、これから多分話してもらえると思うんですけど、どちらから移住して来た、でもともとなんていうか、どういうつながりで、自伐に入ったのかって、なんかいきなり島根県っていう感じなんですけど、どうなんですかそのあたりは。僕、自伐型林業で、知ったのがですね、島根県津和野町の自伐型林業の、地域おこし協力隊の募集で自伐型林業という言葉を初めて知りましたね。国の総務省の事業ですかね、地域おこし協力隊という制度が始まって、 そうですね、そこで、津和野町の活動を知ったという。そうですね。でその中で、当時僕は住んでたのは神奈川県だったんですが、はい、こういう林業
をしたいなということで、津和野町に移住してですね、その自伐型林業というのを、始めてみました。そんないきなり始められるもんなんですか？初めちょっとやっぱり苦労した部分はありますね、うん、だってこの林業っていうとチェーンソーを持ってやるっていうのイメージですけど、今までの自伐ニュースやってる人は、うん、いやいや切るだけじゃないよと、うん、山を見たりしながらやっていくっていうのが割となんかハードルを高く見る人もいるかと思うんですけど、でも行って実際やってこうすぐできたものなのか、もともとでもこの画面にも出てますけど、はい、これは田口さんなんで、これは僕じゃないんですよ。実は違う。なんかかっこよく見てます、はい。かっこいい写真を持ってました。ね、うんうんうん、はい、そこから多分話してもらっていきますかね。そうですね、うん、僕は、今年で41になるんですが、20歳ぐらいからですかね、素潜りで魚つきをずっとやってきていて、でそれで素潜りの全国大会をですね開催したりとか、そういったようなことをやってきています。でこれはイメージですね、仲間が撮った写真なんですが、実際こういうふうな形で海に潜って、で、魚をついてというようなことをずっとやってきてます。でこれはですね、今までに潜ったところですね、全国に200カ所以上潜ってきてますが、あちこち潜ってというようなことです。で魚つくってどんな感じなのっていう感じわからないと思うんですけど、こんな感じです。なんかこれ右手になんか口が入ってる。そう、エラから口に抜いて、腕を抜いて持ってますね。これこれなんか釣ったり、網でやったわけじゃなくて潜って森で20メーターぐらい潜ってつくというような、そういったような遊びをずっとしてきてます。海で遊んでて、はい、で遊び続けてこんなことになってですね、たどり着いたのが、はい、でたどり着いたのが、はい、僕はですね、仕事でもやっぱり魚に関わりたいなと思ったので、できるだけですね、その魚に寄っていったんですね。でその中で、魚食普及活動という、魚食、はい、の魚のを食べる魚食、そうです、魚を食べる魚食ですね。魚を食べるのが減ってきているので、もっとみんなに魚を食べてもらいましょうというね活動で、ディフィッシュ、はい、というようなことを、やっていましたね。じゃああんまり山っていうよりも、そうですね、海で美味しい魚食べたいねとか、はい、いいもの環境的にもいいよねみたいな感じでやってたわけです、ね、そうですそうです。そこからそこからですね来ちゃったわけですね。こういうことになるんですね。この魚をやってる時にどういう説明したかっていうと、うん、日本は島国で、実は日本の海の広さとか海岸線の広さっていうのは世界で6番目なんですけども、あ、島で面積が少ないかと思いきや、この水域を考えると全国世界でも6番目だと。そう、でほら日本人もっと魚食べようぜっていうような話をこの時にしてたんですけども、でもいやいや、よく見てみたら日本ってこういう状態ですよね。ご存知だと思いますが、大体スミス見てくれてる人はもしかしたら、ね、何回か聞いてるかと思います、うん、7割ぐらいですね、日本っていうのは山であると。でこの山の環境が海の環境を作ってるっていうところに行き着いて、あ、これは日本はもう山からやんなきゃダメだというところで、まあ山に入っていこうと思っていたところでしたね。あ、通りで風貌がこの山男っぽい雰囲気どう海潜ってたで見ていて、やっぱり源流をもっとちゃんとしようと、そうです、ね、いうことになってて、はい、でまあ検索か何かして津和野町というところが出会って、うん、 そうですね、そこに行ったということなんですね、はい、で始められたのがじゃあ2014年の12月に、神奈川から津和野町の方に移住をして、で1月からですね、具体的に、まあ、1期生ということだったので、津和野町で今、これまでにですね、どれぐらいだったの、16世帯ぐらいかな、移住者が来てやってますが、それの、まあ、一番初めっていうこともあったので、まあ、初めのその機材だったりとか、現場を確保することだったりとか、でもちろん技術的なことだったりとか、そういった、まあ、仕組みを作る部分っていうのに半年以上かかりましたかね。あ、
そうか、1期生だから行っても、うん、まだ、まあ、もちろん担当者はいるかもしれないですけど、まだそのスキームができてないと、そうどうにも全然できてない、はい、名刺を作るところから始まっていろいろなものができてるわけですね、はい、それを半年間でまず整備して整えてで、あの、まあ、役場と一緒にですね、あの、あでもないこうでもないって言いながら、まあ、形を作っていって、まあ、実際現場入ったっていうのが、2015年の8月ぐらいからですかね。じゃあ今何年4年丸4年ぐらいなんですかね。ああ、2015年。それで今はじゃあ自分で林業をしながら、うん、で要は16組でしたっけ、その移住者がいて、そうですね、はい、そういった人たちが新しく自伐を始めてるわけですよね。そうですね、中島氏が今まで言ってきたような全国でこれだけ増えてるよっていうの事例が、あ、うん、これが諏訪野町の、そうですね、これ2年前ぐらいの画像ですが、全員移住者なんですね。全員移住者ですねで、林業経験者っていうのは、うん、1人だけかな、1年半ぐらい、あの、業者の中に入ってやってた子がいますが、それ以外は全員全く林業やってないっていうような形で始めてですね、はい、これは左上にその赤字で諏訪野ヤモリーズって書いてますけど、はい、これなんかチーム名なんですか。そうですね、チーム名という、うんうん、チーム名ですね、はい、うん、でここに今諏訪野町ってところで何人ぐらいの人口になるんですか。諏訪野町人口7500人ぐらいですかね。あ、そこに今16、協力隊で入ってきたのが16世帯で、でやっぱり合わなかったりとか、うんうん、あとはまあ違う場所でやりたいとかっていうこともあって出ていったのが4世帯ですかね。うーん、なので今12世帯ですね、残って町内で活動をしています。パッとこう、今やってる山っていうのは、まあ、最初はなんていうか山はないわけですよね。で、山がなくて、機械もなくて、うん、で今現状、その4年間なりやってきてどういう状況になってきたんですか、諏訪野町内の状況と、まあ、多分ご自身も今、はい、どんな仕事してるのかもあると思うんですけど、はい、そうですね、4年経ってですね、この地域おこし協力隊という制度は3年間の制度なので、そのまあ制度が終わってですね、実際にまあ卒業と呼んでますが、卒業してまあ自分たちで、うん、町内の、山林ですねを、山主さんから請け負って、でこの自伐型林業という手法で、2m50 のですね、壊れない道作りをして、うん、で、まあ、山の整備をしていっていたりとか、で場所によってはですね、集落でまとめてやってほしいというような要望をいただいたりして、で集落でまとめてですね、作業をさせていただいているような場所があったりとかいうような形で活動をしてます、はあ、いきなり集落の人がでもその移住者にポンとやってくれっていうこととは思えないんですけど、はい、実際やってみるとそういう人たちが出てくるんですか。ちゃんとやってるからなんですか。そうですね、まあ、そこを、まあ、一番その協力隊の任期中に気をつけてたところで、やっぱり、その研修の現場というのは、まあ、町が管理している山林を使ってやらせていただいてたんですが、やっぱりその自分たちが現場に行かない日に、見に来てる方がいらっしゃったりとか、現場に入ってきてですね、で、様子を見てたりっていうのもあったりするし、であとはまあやっぱり地域の方との信頼関係を作るのに、まあ、地域の自治会とか消防団に入って活動をするとか、そういったような取り組みっていうのは、まあ、必須として、まあ、やらせていただきながら、で住民さんと関係作りつつというような形ですね。実際、まあ、移住されて、で4年経って、で、まあ、多分絶対皆さんが聞きたいと思うことっていうのは、じゃあ田口さん自体実際何やってるのっていうところだと思うんですけど、うんうん、はい、そのあたりはいかがですか。はい、実際はですね、今ほとんど僕自身は山に入って作業っていうのはできていなくて、うん、全体のですね、まあ、事業のコーディネートみたいなことだったりとか、新しいですね、山林のまあ集約化的なことだったりとか、うん、そういったような動き方をしてますね。では、その、まあ、その動きがあって、もともとはプレイヤーとして自分がやったりっていうのは3年間はやってたと思うんです。そこからあれ、まあ、コーディネーターっていう形になって、その諏訪野町の展開っていうのは、はい、実際どういうふうにこう動いて、はい、来てるんですか。ですね、大体ですね、諏訪野町は今
ちら見ていただけると、うん、あの大体まあ春先ぐらいからですね、3月4月5月ぐらいにこの山に道を得るためのですね路線路網選定ですねというのをしていきます。これは今左のところに上から行くと「東差」と書いてある、これ山に道を、はい、つけるというか 見ていくっていうことですか ね, すね、はい、設計するみたいな作業度間伐搬出という項目があって、上にスケジュールが出てますね。はい、で、この東差というのが、実際に道を入れる路線を、実際の山の中を歩き回ってですね、うんうん、選定していくというようなことを、この辺のまあ草が少ない時期ですねに行っています、うんうんうん、で、実際にこのその後ですね、その見た路線をこの6月ぐらいから作業道の開設というのを、津和野町雪が降ったりするので、山陰は冬場天気が悪いことが多いので、雨が降り出したり雪が降り出す前のまあ11月12月ぐらいまでに終わらせていきます。で、同時にですね、この時期に、間伐ですね、を始めていって、で実際にこの時に作った作業道を使って、搬出をして1年のサイクルが終わるというような、ここで出荷して売り上げが出てくるという形なんですね。はい、で津和野町はその地域おこし協力隊ですね、3年間の制度を使って、ずっと今6年目になってきますかね、ですが、どういうふうにやってるかというとですね、大体ですね1年目入ってすぐに4月5月ぐらいで、必要なですね、バックホーの資格だったりとか、チェーンソーの資格だったりとか、そういったような、資格の取得をしていきます。で、我々はですね、今大体1現場で2人か3人1組で、作業を進めていってるんですが、実際に、木を作業道を開設するときに目の前にある木ですね、目の前にある木、路線上に立っている木を視床木というんですが、その視床木を切って、で、どける係の人で、それをまあ我々はグラウンダーというようなことを呼んでます、うんうん、で、作業道開設のオペレーター、これは実際にユンボに乗って、道を作る人ですね、機械を運転する人で分けて作業をしています。で1年目にはですね、その地上木の伐採だったりとか、木を動かしたりとかっていうことで、基本的なチェーンソーワークだったりとか体の使い方ですねっていうのを学びながら、実際の道作り2年目の人がどういうふうに作っていくかっていうのを、見てっていうのを1年目に進めていきます。で3年目に、はい、あで2年目になると、各現場の、まあ、リーダーということで、自分で、作業計画を立てて、で1年目の子に、自分が1年目に教わっていることを教えながら、道作りというのを自分がオペレーターとなって進めていく。なんかこう卒業って書くと本当高校のなんか部活っていうかサークルというか、そういうイメージなんですね、はい、でここから独立していくと、そうですね、田口さんみたいな人がどんどん輩出されていくっていう、はい、これが今どん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 津和野町でたくさん、なんていうかタケノコじゃないですけど、ボコ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 いっぱい自伐の人たちが生まれてきてる。でその田口さんの活動っていうのは津和野でやっている活動なんですけど、それが近隣の自治体でも結構広がってきてる、広げていってるっていうふうにちょっとちらっと聞いたんですけど、はい、そうですね、今山口県のですね阿武町というですね日本海側の町ですね、津和野町から車で1時間ぐらい走ったところにある町ですが、そちらでもですね、自伐型林業を、今年度から、展開していくということで、仕事をさせていただいています、うんうんうん、で先ほどのまあお話じゃないですけども、日本っていうのは7割近くどこでも山があってっていうような環境ですので、同じようなですね、環境でそういった山を活用した暮らしの作り方っていうのはどん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 まだまだこれからも増やしていけるだろうと思っているので、例えばここに出てくる、卒業生ですね、うんうんうん、を、一緒にですね、そういった新しい次の人たちをですね違う自治体自体で育てていくというような、そういったような取り組みを今進めているところです、うん。じゃあそこは林業だけなんですか？そこはですね、林業も水産も、畜産も、まあ、町づくり全体のコーディネートを今させていただいています。まさに津和野理想像みたいなところが、はい、これ今広がってるということです。これかな
用意してるんですか、ね、うん、あの僕はまあ初めお話ししたようにあの、まあ、海から登ってきているのであの山をねこういうふうに自伐型林業でやっているんですが、あの結局ですねあの海から山に上がってきてで山だけやっててもしょうがないなっていうところになってくるんですね。結局こういった活動をもっとみんなに知ってもらうことだったりとか、あのこういう取り組みをしていく人っていうのを増やしていくことだったりとか、でそれはもちろんその、まあ、環境的な意味もあるんですが、やっぱり今中山間地域であのちゃんと仕事を作っていくっていった時に、あの山で住んでる人の仕事って何って言ったら、やっぱり林業っていうのが一番あの上流部ではね来るものだと思うので、それをやっぱり生業としてできるようにしていきたいなというふうに思ってます。まあこう生計的にはだいぶ成り立ってる感じなんですか？そうですね、おかげさまで僕自身は今あのほとんども山には入れてないんですが、そういったですね他のメンバーの、事業地の確保をするとか、そういったような取り組みを主にやらせていただきながら、こういった取り組みのですね自伐型林業の、まあ、展開をですね進めているような形ですね、うんうんうん、じゃあ今理想が100点だとしてですよ、これから出てくる人にどんどん聞いていこうと思うんですけど、理想が100点だとすると、うん、今の現時点の自分の状態って何点ぐらいですか？ね、難しいんですが難しい、バスッと答えてあのこういう推進活動という意味では、うんうん、80点ぐらいはいけるんじゃないかなと思ってますが、自分の暮らし方とかを考えた時には20点ぐらいかなと思いますね。おー、なるほど、厳しいですね、はいはい、やっぱそれは普段も、まあ、よく言いますけど現場に行きたいとか、ね、そうですね、魚たまに月に行きたいなとか、そういうのが割と忙殺されていけないとかってことなんですか？そうですね、はい、じゃあこれからその80点の差を埋めていく作業と、はい、あの推進のところをこう両立するっていうところが課題ですかね。はい、そうですね。島根県津和野町、田口さん、今日はゲストトークに、お呼びしました。来週もまた、ゲストに、どういう人を呼んでくるか、これから実はもう用意してるんですけれども、まずは今日は第1弾ということで、はい、島根県津和野町田口俊弘さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。後半ですけれども、15分でわかる自伐型林業、前回に引き続きまして、絶望の林業ですね、絶望の林業について、この本の中でも自伐型林業が、紹介されております。失望の林業というコーナーに入っておりますので、それについてですね、中島さんからもうちょっとじっくり、話していただければなと思います。はい、ですね、この本の中で前回はね、ちょっと評価できる点等を話しましたが、そうですね、自伐型林業に触れられてまして、なんと失望の林業だと。そうですね、ほんでこの内容がね、的をいておれば、そうかそうかと、こっちも そこは直さなあかんねということになるんですが、はい、全く的がいられてないと。あ、ほとんどこう、全然本当にちゃんと取材したのかなと、ほとんど自分のね、このなんか自伐型林業にこう変なレッテルを貼りたいのではないかと、ちょっとうがってしまうぐらい内容が悪すぎるので、これはちゃんと反論しとかないといけないなというようなことですね。実は彼は前に以前に自伐型林業も大規模な今の現行林業もね、こんなもん変わりやせんと、同じようなもんだと、これが平成23年ぐらいの時に、そういう論調で書かれたことがあったんですけど、全くそのままですね。で、その時も真反対なのよと言ってあげたのに、全くそれが彼は聞く耳がない感じですね。だからちょっと今回ね、どういう点で彼が自伐型林業を批判しているかというとですね、まず丸一、素人がね参入していると、素人が参入しているから技術がない、
で事故が多発してるんではないかと、死亡事故まで出てるんじゃないかと、ここまで書いてるんですね。そうですね、ちょっとびっくり、それから次に請負業者と明確なシステムの違いがないと、作業単位の請負で同じと、一体ね、これびっくりですね。今は何を見てるのか、で次に、専業できない、これはね、小規模ゆえということのようですが、専業できないから副業をやってると、これも正直勘違いというか、それから副業なので知識と情報がない。もうボロカス。ボロカスですね。俺見てる限り、すごいこと言われてる。すごいことを言ってるんで、これはね、全く違うのよということで、ちょっとこの4点について、ちょっと一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まずこの素人が参入してると。ほんで、これね、これは実際そうなんですよ。はい、ちょっとあの前回も前回か何回か前にも話したと思うんですが、素人の人が参入してる。今林業従事者っていうのは昭和30年代からの人数から言うと10分の1まで減ってると。そうです。でどんどんこう減ってきてるので、その人たち今残ってる人たち、これほとんど森林組合や業者の人たちですが、そこを自伐に変えようというよりは、もう新たに参入する人が増えないといけないわけですね。はい、そうしてまた本来の森林面積からすると今の10倍ぐらいは余裕で、カバーできる森林面積を日本は持ってるわけですから、素人をどんどん参入させてその人たちを教育していくという育成していくということが重要になる。ほんで、実はね、ほんで前も言ったと思うんですが、この、本物のね講師に習うと素人からでもねかなり習得は早い。うん、非常に、それから、ですね、大体、ね、地域おこし協力隊で入った田口君なんかもね、はい、前半に見ていただいたツアノの田口君なんかも、2年目ぐらいにはもういっぱしにやって、3年目にはね、後輩を指導できるぐらいまでに成長したわけで、で、それはやっぱりね、講師がいいんですね。うん、ほんで、もう、これはもう正直厳選してます。まあ自分の目で見ても最高の施業をしてる、してきた人たち。それから今のね、大規模の流れに乗らず、持続的森林経営を固くなり守ってきた人たち。その人たち、で、にこう指導してもらってる。で、そうするとね、意外にね、シンプルで、作業もシンプルで、で、この、高密度炉も、この2番目に書いてますが、高密度炉も入れてくるんですね。うんうん、そうすると、これね、非常にその、この斜面で作業する率が低くなって、はい、この斜面で作業したり、ね、危ないところで作業することが事故につながる。それが、炉門が入ることで、平地、その作業道場で、作業、林業のね、搬出作業等ができる。まあ、山の斜面でこう、斜めになってこう、チェーンソーでやるっていうよりも、ちゃんと着地したところというか。で、チェーンソーで抜刀するというのが一番事故が多いんですが、はい、作業道をつけていくと、ユンボがそばにおるんですね。ユンボというバックホーですね。バックホーがそばにあるところで。で、そうすると、こう、いろいろこう、サポートできるんです。あ、バックホーのところが、後ろから、そう、押したり、後ろへこっちは必ず来ないような体勢とかを組みやすい。だから非常にこの、安全性が上がるんですよね。高密度炉網とそのユンボがそばにいる。というようなことが、で、だから今、だいたい1500人ぐらいが全国でこの最近入ってるわ、参入してきてるんですが、死亡事故正直ゼロですよ。うん、まあ、ちょろちょろこう、少し怪我したとかいうのはあるんですが、危ない事故というのはほとんど起こってないんですね。これ、現実です。だから、これ全く嘘を言われてる。死亡事故が起こってるんじゃないかと、何を言ってるんだと。逆に安全性を高めるやり方というのをこう広めてるわけで、だからまあ、多少こう、まだね、参入してわずかという人らでも、こう、ゆっくり、それとノルマがない。低コストになるので、ノルマがないので、ノルマが少ない、低くなるので、非常にそれも安全性を上げてるんですね。朝から晩まで、もうずっと日が暮れるまで、戦争ばっかりやってるっていう現場ではない。それは作業面だけなんですが、うんうん、実はこの多間伐施業っていう技術というのは、正直言って今の、森林組合や素材生産業者、ほとんどやってないです。やってない。ほとんどというか、できてないんですね。
まあ、する仕組みじゃないですか、あの業態、あの体制ではね、私はもうできないと思ってるので、だからけども、この小規模な方たちというのはそれができるんですね、はい、だからこの多間伐制御技術というのは、この特に森作りとよく言いますが、だから間伐した後の森というレベルでは彼らよりはるかにレベルが高い、だからこのね、絶望の林業で田中敦氏が言ってるね、技術がないなんていうのは、ね、これ全く嘘なんですね。ちゃんとそこをね、見なさいということなんですね。ほんで、やった山の跡を見なさい。ほんで、最近ではね、その災害、豪雨が起こっても、ほとんど崩れてない。一方で大きな機械使ってやった、その業者のね、制御というのは、非常に崩壊も多いわけで、全然そこの、うん、ね、やった施業した後の森のレベルが違うということが、うん、もうはっきりしてるわけです、ね。まあ、中島さんの場合はこう一回研修した後、また数年後にまた訪問したりって定点観測をしてるからよく見えるっていうことなんですね。そうです。ほんでもうね、よく言うのが、森林組合やった後の森を、はい、スピードじゃないですよ、やった後の森が今の大規模な機械使ってやってる人たちよりも見た目的に悪かったら、もうあんたもうやめろと、センスがないと、うん、でまあ正直田口君なんかもそうですが、全国でやり始めた人たちはほとんどかほぼ 100% の人がそれ以上のレベルの、制御を実際やってる、それがスピードが遅いですよ、でこれは経験積んで徐々に速くなるというようなことですから、全然技術がないなんていうのはね、全くのね嘘なんですね、まあ、で素人がねやってるだけだっていう、理論にはならないっていうことですね、そうです、うん、それから次にこのね、請負業者とシステムは同じだと言われてしまったわけです。自罰もそれも一緒だよって、ほとんど変わらないよ、差をね、見せつけられないよと言ってるわけで、うん、全然これちゃうんですね。で森林組合業者というのは専業でやってる、でこれ、で50年程度でね、50年を末期と決めてやってるわけで、皆伐制御をやってるんですね。まあ皆伐制御といっても間にそれまでに40年目とかに間伐はしてるんですが、で自罰型林業というのはこの多間伐制御ですから、全然この施業手法が違うんですね、うん、正直これ真逆なんですよ、真逆、ほんで50年で皆伐施業というのは50年で終わりな施業、実は多間伐というのはこの50年から全くそのシステムが違うわけですね、取り組んでるシステムが違うのに彼からしたら同じに見えちゃうと、ちょっとね、目指す山が違うっていうこと、全く違いますね、うん、ほんでこの間伐もですね、この50年末期でやる場合も、間伐は40年1回か2回やるんですけども、その間伐も全く違うものになるということ。皆伐を前提とした間伐と、もう間伐を繰り返していきますよというための間伐は、全くその内容意味が違うということなんですね。ほんで、いつも私はですね、こうやって比較してるんですよ。これ、細かいことは説明しませんが、基本スタイル、担い手、業態、施業手法とかね、生産する木材、こちらは BC 材、自伐の方はやっぱり A 材中心になっていく、生産量と頻度など、それから間伐手法、必要な面積、使う機械、敷設される道、補助金、収益性、安全性、持続性、環境性、競合性、全部違うんです。これ左はあれですね、中島さんが前解説してくれたような制御と現場の制御っていうのを整理したものです、全く違うんですね、右側の自罰型林業、これの一番のこの制御手法が違ってくることがこういうふうにですね、うん、違ってくる、要するに森の作り方の違いがですね、全てにおいて、だから自罰型林業者というのはそのね、多間伐制御の担い手になりうると、うん、なんで自罰っていうのかというと、森林組合や業者の、組織形態だとね、この担い手になれないんですよ、うんうん、やろうとした時もちょっと不可能で、だからできてないという、うん、で50年で終わる林業か50年から始まる林業なのか全く違うのに、それをですね、
ね、ほとんど変わらないと、あんた勉強しとるんですかというようなことを言いたいわけですね、うんうん、それから次に専業できない、これは小規模ゆえに専業できないから副業になっちゃうのだと、これは悪い意味で彼は言ってるんですね。これどうして専業しないかというと、実は林業というのは本来ね、季節性があるわけです、うん、春夏は休業期間、なんでか木は成長してるから、成長して水分を、そうその時期に切ると、切った木も、うん、糖分とかが多くてね、虫が入りやすい。それからその時期に制御すると、残った木に触っただけで結構痛むんですね、傷が入ったりする、うん、鎖が出たりする。だから本来春夏はお休み期間で、休む期間には他の仕事をするというのは、これ常套手段ですよね、はい、だからこれは林業という特性をきちっと見てると、春夏やるっていうのは、これもう永在生産してませんよということにもなる。英材というのは両国生産をですね、でだから専業がある意味ちょっと間違ったというか間違ってはない、まあいろいろやることはあるんですが、無理があるわけですね、うん、専業だから本来、春夏休ませて、うん、農業をやるとか観光をやるとかいろいろやる。それからそれがリスク分散にもなるんですね、収入面での、はい、木材価格というのは変動します、変動します、年によって随分違ってくる場合がある、うん、だからそういう下がった時には森をたくさんやるんではなくて、他の仕事で、カバーするというようなリスク分散にもなると。林業というのはどっちかというと農業とか観光業の方がすごいリスクが、ええ、昔から農家林業って言って、農業と林業というのはちょうど季節性が違うんですね、うんうんうん、ほんでだから生業としても兼業の方が安定するんです、安定する、うん、だからこれは持続可能になって、兼業の勧めですね、兼業を勧めないで、専業にならない、専業がいいなんて言っちゃダメなんですね、うん、本来、まあ、自発型林業推進協会もね、こう兼業を 大事にしましょうねっていう話で言ってます、ほんで副業なので知識上昇がない、うん、要するに軽く対応してるので知識がないのようなことを言ってるわけです、はい、何を言っとるんだと、少量生産だからこそいろいろその材から気使うんです、うん、今どの、ね、長さの材、どのいう材が、ね、単価が高いのかとかいろいろ勉強しながら造材を変えてます、うんうん、ほんで多間伐施業というのは非常にですね、知識がないとできないんですね。考える林業です。生産しながら蓄積量を増やすんで、その山の状況を見ながらですね、非常によく考えないといけない、うん、バッサバッサ、これスピードが速い、生産性がいいというのはね、考えてないという証拠なんです。自伐はゆっくりやるのはそれ考えてるからなんですよ。だからそういうことわからないといけないですね。で長期的に持続させるためには、生態系、土砂流出、これにね敏感にならなきゃいけない。崩壊を起こしては持続性がなくなるわけで、そうですね、だから風、雨、光をいかにコントロールするかっていうことをよくよく考えていかないと。だから素早くやるっていうのは逆にそこをね、ないがしろにするっていうことですから、これ全く間違ってる。だから副業であろうが専業で、自発でも面積広く持ってると専業でできますわね、けどもそのね、考えるこの小さくても山大きくても、それは考える、それから知識は同じなんです。同じ、小さくてもきちっとやらないといけない、うん、小さいからダメという話ではないわけですね、はい、だから全ての分野で現行林業より知識情報が高いんですね、で一番の肝になるこのね、多間伐マジックで我々はちょっと言ってるんですが、現行林業は今これです。20年目に除伐をしてね、次大きく間伐をして、横のラインが、年数で、年数ですね、縦のラインが本数、本数ですね、ほんでここが50年です、うん、50年で開伐というのは、これ一度間伐して、これで開伐して回すということなんですが、自伐はこうやって本数をじわじわ減らしていきます。ほんで、ここが成長量を超えない量を生産、切るということなんですね。そうすると蓄積量が増えていく。だから、これはね、この状況に山を持っていくのはね、きちっとやらないと、それからよく考えて、それから風を入れないように、光を入れすぎないように、雨を入れすぎないように、いろいろ考えないと、これができないんですね。できない。これができることが非常にレベルが高い森林施業だと。これ世界でもあんまりやってないんです。うん、日本の奈良吉野がこれ考えたやり方なんですが、これを皆に日本全国ほぼやれる環境にあるわけで、で、だからこの生産量を増やしながら、この、
ね、生産量じゃない蓄積量を増やしながら生産をしていくと、うん、これ70年樹齢70年平均超えてくると非常に儲かってもくるし山も非常にいい状態になる。この状況を作れるかどうか、そこにみんな挑戦してるわけで、うんうんうん、だからこれね素材生産業者や森林組合とはもう全然ね目指してる方向がねものすごい次元の高いところを目指してるわけです。だから持続性が出てくるということで、ほんでこういう森になってくるわけですね。これは、もう30年から40年このそれを持続してやったらもう素晴らしい森ができたよと。こういう森は正直言ってそのね、ほぼ同じだと言ってるね、田中敦子氏がほぼ同じだと言ってる請負業者なんか絶対できないです。うん、逆立ちしてもできないような森を自伐林家の人たちは長年かけてこうやって作り上げていくということなんで全く違うんですよと、ほんで自伐展開やってる人たちは、田中氏にいろいろ言われてももう自信を持って自分は ね、レベル高いところを目指しとるんだということで、うん、頑張っていただきたいなと。ね、だから、非常にこれは重要なところです。森林組合の人たちもよく分からずに、自伐の人たちに同じように言うかもしれませんが、ね、目指しているところが違うので、できれば本来ね、森林組合たちもこういう方向に、行くにはどうしたらいいかというのをね、考えてほしいんですが、補助金たくさんもらってるのでね、彼らは。なかなか、そこはね転換できないというのは実情ですが、まあそういうようなことで、自伐もやっぱなんか研究者の方からすると自伐もリニューアルしてるというか、まあ、昔からあった自伐から今第三の波になってるっていう、いやそうです、いろいろあるみたいなんですね。こっちもね勉強しながらね、うん、どんどんレベルアップしてる。それから講師たちとも会話しながら、ね、もっといい森にするにはどうするのかということで進歩してるんです、ね、自伐ナウなんですね。それをこう今やってるところなのでぜひまあ全国の人たちはこう失望と書かれてもですね、いや僕らは希望があると、いやもう希望なんです。だから自伐型林業はこの今の絶望のね、うん、林業を再生させるこのね対案になる対案です。だから希望があるわけですね、はい、頑張りましょう。自伐こそ希望だと、ね、15分でわかる自伐型林業、絶望の林業第2弾ということでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。第8回自伐ニュースいかがでしたでしょうか。今回のゲストには島根県津和野町から田口さんが来ていただきました。そして、まあ、絶望の林業をお届けしました。次回ですけれどもゲストトークまた、開催いたします。次回に関しては岩手県から30代の自伐型林業者をこのスタジオにお迎えいたしましてゲストトークをお送りしたいと思います。そして、後半のコーナーはその東北にちなんでなぜ東北で自伐型林業が広がったのかをテーマにお送りしたいと思います。毎週木曜日に、お届けしております日本唯一の林業専門番組、自伐ニュースを お送りしました。この YouTube、自伐チャンネルぜひ、登録していただきまして、また来週もお会いしたいなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、はい、ありがとうございました。